はい、皆さんこんにちは。金魚と遊ぶ .com 山津代です。今回はご覧の通り鎌倉 FM のスタジオからオープニング紹介していきます。まずね、最初に MPJ さんからちょっと何か送られてきました。だいたい想像ちょっと開けてみますね。よいしょよいしょよいしょ。これ MPJ さんって雑誌の会社なんですけど、皆さん知ってますかね。あの手紙も入ってるな。あ、想像通り金魚生活。金魚生活、皆さん知ってますか。これ知らない、知らない人はここで覚えておいて。これね、金魚の雑誌、これいろいろ勉強させてもらってます、毎回。もうナンバー6なんだな。実はね、ナンバー2に私山津代乗せてもらってるんですよ。ちょっと自慢ね、自慢でね。どんな、あ、これ超美だよね、すごい綺麗。中身はちょっとこれ本当初めて見るからね、今回。どうなんだろう、この表紙は何だ、誰の、あ、はい、表紙のモデル、愛好家の方だ。で、あ、ちょうどいいちょうどいい。ちょっとチラ見ね、あの MJ さん、ちょっとチラ見させてください。平賀養魚場、これ今回は実はこの金魚の特集です。この動画ちょうどいい、ナイスだな。平賀養魚場さんの金魚を今回は紹介していきます。あの土浦観賞魚アドカンに入荷した金魚を紹介します。あとね、他にも本当ちょっとここでは見せられないけど、そうだな、いろんな方の金魚が本当載ってるんで、ぜひこの金魚生活買ってください。あの PMJ のね、伊藤さん、ありがとう、ちゃんと受け取りましたよ、受け取りました。伊藤さんね、久々、久しく会ってないんですけどね、見てますかって感じで、ありがとうございました。皆さん金魚生活よろしくお願いいたします。土管土浦観賞魚センターに入荷した金魚を紹介していきますので、最後までゆっくりご覧ください。はい、それではこの素晴らしい平賀養魚場の金魚を見てもらいながら、先ほど紹介した金魚生活ナンバー6の中身を簡単に紹介していきたいと思います。でね、この動画の流れとしては、この後、上身を見てもらいます。順番的には、サラサ、リュウキン、キャリコ、ここには映ってないんですけど、サラサ、ワキンを見ていただきますので、最後までご覧ください。そしてね、この金魚が欲しいよって方、本当はね、直接土浦観賞魚に足を運んで選んでもらうのが一番いいんですけど、現状ね、それがなかなか難しいという方が大勢いらっしゃると思います。ですからね、ぜひ通信販売を利用してください。下の概要欄に電話番号を貼っておきますので、ぜひね、電話をして、例えばこの動画をスクショしてもらうのもいいし、何分何秒に映ってる個体が欲しいよというのもいいし、大友社長にね、選んでもらうのもありだと思います。なかなか外に出ることが難しいこの機会に、ぜひ金魚飼育ね、おすすめしたいと思ってます。よろしくお願いします。でね、金魚生活ナンバー6なんですけど、冒頭で紹介した表紙の長尾、これね、私がインスタグラムでフォローしているひろひこさんの長尾だったんですね。道理で素晴らしいわけですよ。ひろひこさんというのはとても美しい長尾を作るということで有名な方で、他にもね、長尾の愛好家で私が知ってるのは YouTuber のチャンネルみちこさんですよね。で、生産者では志村養魚場、あとね、ここでも紹介されている荻野さんですね。このね、金魚生活ナンバー6でも
写真が出てまして、白いねワンちゃん、ペキニーズのバズ君を抱いてね、ダンディーに写ってるんで、ぜひ金魚生活見てください。でこの金魚生活も、あの私のブログ金魚と遊ぶ .com のサイドバーから購入できるようにしておきますんで、あの送料無料で買うことができるように、あの楽天市場につなげておきますんで、ぜひね購入して見ていただきたいと思うんですけど、あの中身としては、あの金魚愛好家の障害もありますね。で今見てもらってるサラサ龍金、私もこの龍金が大好きで、実はね龍金を飼っていたからナンバー2で紹介してもらったんですよ。あの平賀さんの龍金ではないんですけど、龍金のカリスマブリーダー古澤さんの龍金を飼っていたということでね、その龍金を紹介してもらったんです。ですから実はね龍金は見る目あるんですよと自分で思ってるだけかもしれないんですけど、まあそれで言わせてもらうと、この今映ってる平賀さんの龍金は本当に素晴らしい。このね太った丸みのあるね、お腹、体と寸詰まりというんですか、あの尾びれとね体が詰まっていて、頭がキュッととんがって小さい、このナイスなバランスの龍金ってなかなかお目にかかることができないんで、このチャンスを本当逃さないでもらいたいですね。あの春の埼玉即売会もね行われないということで、大友社長が頑張って引っ張ってきてくれたこの素晴らしい個体たちをぜひねゲットしてもらいたい、この機会に手に入れてもらいたいと思います。で話金魚生活に戻しますけど、そうですね、金魚愛好家の方がひろひこさん以外にも、大阪の西口さん、京都の堤さん、東京のこれはひろひこさんですね、兵庫の荒内さん、千葉から石丸さん、埼玉の岡田さんが紹介されてますね。で生産者も平賀さん、荻野さんの他に、弥富、愛知の長尾さん、木下さん、あと新潟から癒しの佐藤さんが紹介されてますね。で他にもこの金魚アートで有名な深堀さんね、知らない人はいないと思うんですけど取材されてますね。あと金魚の画家の藤本さん、女性の方紹介されてます。他にも全国の金魚の品評会の模様もこの雑誌で紹介されて、もうほんと中身の濃いねもう仕上がりとなってます。伊藤さん、ほんと今回も素晴らしいですよ。あとね、あのカメラマンの橋本さんね、ご無沙汰しております、本当に。でそうだ、あの伊藤さんからメッセージが入ってて、今回ねもう紹介、あの取材してもらうつもりだったのかな、なんかできなくてごめんなさい的な内容の手紙が入ってたんですけど、もうほんと全然気にしないでください。あのどんどんね他の愛好家の方いろいろ紹介して、あのぜひ金魚業界を盛り上げてください。私もね、あの金魚生活このように紹介していくようにしますんでね、末永く来年再来年もどんどん出してもらって、素晴らしい愛好家の方、素晴らしい金魚を紹介してってもらいたいと思います。でね、今見てもらってんのがキャリコ、冒頭のあのサムネイルで使わせてもらったんですけど、伊藤さんまずかったら言ってください、違うのに変えますんで。でね、このように雑誌で紹介されたりするとね、ほんとブームに火がつくんで素晴らしいですよね。このこれ親魚だと思うんですけど、このバランス、ほんと品評会に出たら優勝でしょうね。これはまあ私の見方なんですけど、勝手な見方なんですけど、他にもねこのように、これは何歳、2歳になるのかな、
そのあたりはね、ちょっと直接土浦鑑賞芸の大友社長に確認してもらいたいんですけど、この青の素晴らしさったらないよね。発色がすごい。で、発色の良さといえば、前回動画で紹介した水性疾病基盤研究所のコンディショナーを使うと発色も良くなります。ぜひね、金魚飼育に役立ててもらいたいと思います。動画見てない方はぜひね、一度チェックしてみてください。素晴らしいコンディショナー、金魚飼育が楽で楽しくなりますよね。この平賀さんの龍金にもおすすめです。ということでね、まあいろいろと紹介してきたんですけど、そうですね、他にも何だろう、今回金魚の飼い方なんかもいろいろとアドバイスが載っているんで、ぜひぜひ金魚生活ゲットしてくださいね。で、相変わらずこの動画ね、気に入っていただけたらグッドマークの方お願いします。あとチャンネル登録の方お済みでない方は、この後もね、土浦鑑賞魚の入荷情報をどんどん発信していきますんで、ぜひよろしくお願いします。金魚と遊ぶ .com 山津洋がお送りしました。